巨人敗退で阪神が1日で首位返り咲き。また首位変わら。正直当分1位には戻れんと思っとったで。別にこの時期に首位とか気にしてもしゃあないねんけどな。月曜日を気分よく迎えられるわな。ヤクルトよかった。巨人の1日転嫁終了。首位奪還。首位来た。首位返り咲き。阿部の采配に助けられたな W。 1日転覚さ。定位置復帰来た。2勝1敗でいけばええんよ。抜かれても合わせるような時期じゃないわ。大山テルが調子上がることはこの先あるんか。まあまだ春だから。あれだけ負けてまだ貯金4あるんや。まあこの時期の順位はさほど気にならんが、首位なのはええことやね。首位来た。よっしゃ。ヤクルト勝ったか。巨人1日転覚さ。また首位返り咲きか。ほんま最中様々やな。ノイジーがサンタナくらい打てるようにならんかな。わら。今年は混戦になりそうやな。交流戦ナイジやわ。交流戦怖いわ。糸正のところにビーズリーはわかるけど、青柳がダメだったら西旬にするんかね。次も2分で結果出したら順やかと。青柳の日雨降らねえかな。及川ってどこで使うん。中継ぎ。新聞ではブルペン起用らしい。アレンパの敵は巨人か広島か。交流戦までセリーグはこんな感じちゃう。交流戦の成績でライブある程度差がつきそう。順位がどうとかどうでもいいけど、貯金後ぐらいで交流戦入れたら上出来やな。今日の再起球回でも150超えてたな。人顔抜けたか。牧のキャッチャーフライの時の歓声、悲鳴すごかったな。何か謎に感動してしまった。来週は青柳の日以外は勝てる可能性あると思うから5勝1敗といきたいな。バンテリンは実際のところ打てるんかはわからんが。豊橋も怖い。青柳去年よりはマシなんだけどな。全盛期には遠いな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。